アルファロメオ75は、イタリアの自動車メーカーアルファロメオが1985年から1992年まで製造販売した小型乗用車である。アルファロメオとしては2代目ジュリアが登場するまで最後の自社設計による後輪駆動車であり、デビューから3年間で約17万台、その後155に交代して1992年に、 生産終了するまで187,300台の合計36万台とアルファロメオ社としては比較的多数が生産された。75の名はデビュー年がアルファロメオ創業75周年であったことにちなんだものであるが当時の同社は大衆車クラスの33、中型車クラスの90といずれも2桁の数字を社名にしていた。登場は1985年5月で それまで生産されていた二代目、ジュリエッタの後継者として登場したが、翌年フィアット参加に入る直前の経営破綻寸前だったアルファロメオの台所事情を反映し、気候的にはほぼ先代を踏襲していた。なお、ジュリエッタ自体も1972年デビューのアルフェッタをベースにすることから、基本設計はさらに13年前に遡ることになる。とはいえアルフェッタは、 ドディオンアクスルに、レフトギアボックス、さらにフォーミュラカーと同様のレイアウトのインボード式、リアディスクブレーキを組み込んだ、トランスアクスルを採用しており、ほぼ50、50の前後輪重量バランスを実現し、75のデビュー時点でも、十分に進歩的なシャーシ性能を有していた。大きく変わったのはボディで、当時のチーフスタイリストエルマーのクレッソーニによる、 特徴的なショルダーラインを持つ抑揚の強いウエッジシェイプのスタイルに一新された。室内も外観同様に角張ったダッシュボードやスコップの柄のようなパーキングブレーキレバー、頭上に配置されたパワーウィンドウスイッチ、アルファロメオ初のドライブコンピューターなど外観同様個性的で良くも悪くも1980年代の流行に即したものとなった。エンジンは当初、 アルファロメオ電灯の DOHC エンジンを搭載する1.61.82.0アルフェッタにも用いられていた VM も通り製ターボディーゼルの 2.0TD さらにアルフェッタ GTV 譲りの V6.2500cc 燃料噴射を搭載する 2.5V6 も用意されたこの V6 モデルはアルファロメオミラの V6 の名前で対米輸出も行われ三足 オートマチックトランスミッションも選択可能であったが、欧州市場でも V6 モデルは台米輸出仕様のまま販売された。1986年には1.8のエンジンにアメリカのギャレットエアリサーチ製インタークーラー付きターボを装着し155馬力とした75ターボが登場。1987年には V6.2959C189 馬力の 3.0アメリカが追加された。ガソリン 2.0L のエンジンもシリンダーヘッドが新設計され、シリンダーあたり2つのスパークプラグを持つ 2.0TS に改められ、燃料供給もキャブレターから燃料噴射に改められた。車両重量は 1190kg と軽く、トルクの高いエンジンとの組み合わせにより、二足発進が簡単に行えるほどの余裕があった。 1988年には 1.8L エンジンも燃料噴射となり 1.8IE になり2.4ターボディーゼルが追加1989年には1.6も同様に 1.6IE となった1990年にはマイナーチェンジが行われフロントグリルやサスペンションのセッティングが変更され V6 の燃料噴射システムが同じボッシュ製ながら エルジェトロニックからアイドル回転数や点火時期の制御も行うモトロニックに変更され3 0 v 6 q v となった。このエンジンは90の後継者となった164と共通である。またグループ A ツーリングカーレース用に500台の75ターボエボルツヨーネが1987年に限定生産されている。 このマシンでジャンフランコ・ブランカテリは1988年のイタリアツーリングカー選手権を制した。1983年、それまでアルファロメオの日本総代理店であった日英自動車がオースチン・ローバージャパンに営業上と1985年当時には日本への正規輸入が途絶えており、75はデビュー後しばらく販売されなかった。 1986年、コスモ石油が代理権を獲得したが事業に失敗。1987年になって初めて、大沢商会による 2.0TS とミラノ V6 オートマチックの輸入販売が開始された。1990年からは、フィアットグループオートモービルズの日本法人、アルファロメオジャパンが輸入者となり、ディーラーもーアレーゼを通しての販売が行われた。 サビに悩まされた1970年代のアルフェッタから改善された品質、再構築された販売網、さらにバブル景気という工場喧嘩での販売となったモデル末期75の後継モデルが親会社フィアットとのありがとうございます。